皆さんこんにちは。ありがとうございます。さあここからの時間はスタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムの時間となります。場内ビジョンと合わせましてガンバ大阪オフィシャル YouTube チャンネルでもライブ配信を行っております。まだガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんはぜひこのタイミングでスマホなどでご登録どうぞよろしくお願いします。改めましてこんにちは、ガンバ大阪スタジアム MC 千石浩一です。今日も皆さんよろしくお願いします。さあ今年最初の大阪ダービーはここホームパナッサです。昨年は本当に悔しい思いをしました。ぜひ今日はこのホームピッチを青黒の声で皆さん埋め尽くしてください。よろしくお願いします。さあそれではヒートアップタイム、本日のゲストをお迎えしましょう。ガンバ大阪 OB 橋本秀夫さん、そして坂東龍二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうちょっとこっち、おばんざい、これでいい。さあ、それではですね、改めて、ご来場いただいているサポーターの皆さんに一言ずつ橋本さんからご挨拶いただけますか。いやーダービー、はい、楽しみです。はい、よろしくお願いします。坂東さんお願いします。みんなで盛り上がっていきましょう。戦いましょう。はい、ありがとうございます。はい、もうのっけから熱い感じが出ておりますけれども、さあ橋本さん、もうちょっとこちらの方にお越しいただいて、はい、はい、さあまずお二人にお伺いしたいんですけれども、現役時代この大阪ダービーっていうのはどういうこう気持ちで向かってらっしゃったのか、ピッチに立ってらっしゃったのか、当時振り返っていただけますか。橋本さん、当時、うん、振り返ると僕大阪市出身なんで、はい、地元のクラブでもあったんですよね。はいはいはい。でセレッソには入れなかったというか、はい、そういうのもあったんで、はい、まあ、負けたくない気持ちは勝手に湧いてました。なるほど、はい、じゃあ常にこう期するものがあったっていう。ありましたね。うん、もう中学ジュニアスユースの頃から、はい、セレッソ、まあ、ヤンマー時代からですね、はい、試合をやってきてるんで、はい、ありますね僕は。お松涼子のバンドさんは、はい、このダービーどういうものだったんでしょう。我々がガンバに入ったのは98年で、はい、その時は隣の万博陸上競技場、はいはい、あの時まだダービーといっても、はい、そんなに人も入ってなかったと思うんですよね。うんうんうん、で僕は帰ってきたのが、ガンバに帰ってきたのが2006年、はい、2006年ですね、はい、その時はもうすさまじいライバル関係と戦いと、はい、もう絶対負けるなというその両サポーターからのこの圧みたいなのがすごくあって、うんうん、で僕自身はその2006年の隣の万博で2ゴール決めて、はい、あの時当時あれ何ですか、紙吹雪、はい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 、あれがすごく待ったの、 あったね、あれを覚えてますね。あったあった、確かに。まあ、ですからお二人にとってもやはりこのダービーっていうのは非常に思い出深いそういう街だと思うんですけれども、はい、今日はもちろんご来場いただいているサポーターの皆さんもすごく気持ちが入ってます。今バンドさんにはですね、首元、はい、ガンバ大阪のですね応援グッズでおなじみのタオルマフラーかけていただいておりますけれどもね、はい、ぜひ今日はですね選手入場時に、こちらのですねタオルマフラー、税込み1980円となっております。こちらなどを掲げていただいてですね、パナスタをぜひ青黒ガンバカラーに染め上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。バンドさんどうもありがとうございます。こんな感じでもいけますからね。 ありがとうございます。もうどんな感じでも今日雨ですからね。はい、はい、さあ、あの橋本さん、はい、このダービー当日っていうのは、はい、どのあたりからこう選手としてこうギアが入ってくるもんなんですか。それは僕変わらなかったです。あ、ダービーだろうとどういうこう、はい、大会の決勝だろうと。そうですね、基本的にやるリズムは変えなかったんで、うん、ああなるほど、逆に言うとそのルーティンを大切にしてた、はい、僕はしてました。うん、なのでダービーだから何か特別なことをするっていうことはしなかったですね。常にそうやって自分をコントロールして。僕はそうしてました。おお、バンドさんはどうですか。はい、僕はもうずっとスイッチが入ってたのでもう何日か前、もう1週間前ぐらいから、その前の、はい、この試合が終わった後から、はい、もう次は絶対点決めるぞという形でもうずっとそれで、過ごしてきたのと、はい、あとはこのピッチに入る時ですね。ほう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 、ピッチに最初に入って、うん、このサポーターの人たちも含めて、はい、
このスタジアムの状況が分かった時に、うん、その声援によって、うん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 、さらに自分が盛り上がるというのがあったので、はいはい、今日はぜひですね、選手が出てきた時に、うん、はい、また、うん、より大きなこの声援を持って、うん、選手を鼓舞してほしいなと思います。やっぱりその声のボリュームっていうのは、はい、このダービーの時とまたいつものリーグ戦だったりカップ戦の時とはちょっとこう雰囲気受け取る印象は違うもんだったんですかね。僕は全然違いましたよ。まあ、本当にサポーターの熱量って言ったら、はい、普段の試合とは全然違うもので感じ取ってたので、うん、はい、間違いなく、入ってきて、うん、パッてこう自分らの、ね、ゴール裏を見た瞬間、はい、思うと思いますけどね。じゃあそのボリューム圧っていうのが、はい、もうキックオフ前から選手を盛り上げてくれる、はい、本当にこうチームにとって大きな要素になってくるわけですか。あの一つのプレー、まあ、はい、ゴールでみんながもう湧くのは間違いないですけど、はい、一つのこのプレーバトルデュエルに対してもサポーターの方々がこうわーとか行けとかっていうのが普段はないので、はい、それを感じながらやると、うん、もっとやらないといけないっていう風に選手からするようになるので、はい、これはもう本当に後押しをね、今日はぜひしてほしいなと思いますね。あのガンバは初めにゴールキーパーのチームが出てきまして、その後フィールドプレイヤーが出てきますので、はい、まあ、この2回そういう意味で大きく選手を鼓舞してこのパナソニックピッチに迎えるチャンスというのがありますので、まあ、応援アイテム含め声でね、ぜひチームを選手を鼓舞していただきたいなと思いますけれども、さあお二人、まあ、これまでさまざまな、はい、シーズンでさまざまな大阪ダービーというのを経験されてきましたけれども、はい、橋本さんがこう印象に残っている記憶に残っているダービーっていうのはありますか。あります。お、なぜならダービーで僕2回点取ってるんで、年1点しか取ってないのに2回取ってるんですよ。まあそれは2005年で、はい、その時のセレッソのキーパーが吉田さんっていう方で、はい、今ガンバ大阪のキーパーコーチをされてるされてます、ね、吉さんに、はい、得点させていただいたっていう今いないか、はい、吉さんから点を取ったのですごい覚えてます、はい、そうか、ご自身 の, そのゴール自体が決して多いわけじゃない、そういう中で重要な一戦で決めれたっていうのは、はい、そうですね、一つはナビスコカップ、今のルヴァンカップ、はい、今日の試合やる、ね、うん、はい、それでも取って、はい、で相手のセンターバックには今多分コーチにいる外国籍の方がセンターバックにいたはずなんですよ。で、はい、吉さんと僕のゴールで揉めてましたその後なんで決められんねん、なんで寄せへんねんって言って揉めてるっていうのをその後気づいたんで、すごい印象残ってます。ゴール決めた後もめちゃめちゃ冷静に見てるね相手を。いや、僕スタンドに走ってったんですけど、はい、帰ってきた時にまだ揉めてましたいや、そういう、まあですからこう橋本さんにとっても思い出深い、いや、めちゃくちゃ思い出深いです。ゴールであり、はい、ダービーにはやっぱりそれぞれのやっぱりあります、あるですね、ドラマがね、はい、バンドさんは先ほど、はい、2006年、はい、ガンバに帰ってきてストライカーとして期待されダービーで2得点というその記憶お話しいただきましたけども、最初の帰ってきた2006年の、うん、はい、多分2節だったと思うんですけど、はい、長井でダービーがあって、はい、マグナウベスとフェルナンジーニョが両方ともハットトリックして、であれをやっぱりこの見てあの盛り上がりの中で、はい、ゴールを取りたいっていう風に思って、そのホーム第2戦のホームの時に、はい、点取れたという感じなんで、あ、だからこのダービーをこの経験するとか、はい、ここでやっぱゴールを取るとか勝つっていうのは、うん、これもサポーターの方々はもちろんのこと、はい、選手にとってもやっぱりこの辞めてからもこれだけ橋も僕も覚えてますし、はい、うん、あの時のこの状況であったりとか、はい、そういう気持ちみたいなのはやっぱ盛り上がってくるんで、うん、はい、それだけの試合、うん、それだけの重要な試合だと思いますね。実際にゴールを決めた後のサポーターの皆さんのこの選手に対するこのアプローチっていうのもダービーで決めるか決めないかでまた変わってきますよね。そういう意味では変わるでしょう ね, ね、間違いなく。バンドさんもですからそのアウェーでのダービーでの、はい、この仲間のゴールを見せつけられて一つギアがまた上がったわけですもんね。もうやらなければいけないと、うん、もうあそこでゴールを決めたら、うん、認められると、チームメイトももちろんのこと、うん、このサポーターも含めてみんなに認められてるというようなね、はい、ことがあるので、はい、狙ってる選手たち今日いるんじゃないですか。はい、
さあルヴァンということでね、またいつもとは違ったメンバーでの戦いというところで一体どういう展開になるのか、まあこのルヴァン含めまして、両チーム5試合を終えています。それぞれのチームの印象じゃあ、聞かせていただこうかなと思うんですけれども、はい、今日対戦しますそのセレッソ、橋本さん印象としてはどう映ってますか。はい、今まで継続していることが、はい、まあ、今シーズンもずっとできてるなっていう印象はあるんですけど、うん、去年に比べるとちょっとうまくいってないかな、うんうんうん、まあ、ゴールだったり、はい、っていうのがこうバンバン取れてるわけでもないので今のところ、うん、まあ、形はすごい見えてるかなっていうのは感じますね、うん、さあ、そして万能さん、はい、ガンバはどうでしょうか。まあ、監督も変わって、うん、今本当に、4-1-2-3 という新しいフォーメーションで、はい、まあ、構築していってる段階なので、まだこの勝利というものは、ルヴァンカップでしかできてないですけど、はい、そこをあまりこう気にしすぎるよりも、うん、チームとして、まあ、積み上がっている段階なので、はい、さらにやっぱりこれから良くなるというふうには思いますから、はい、もうまず今日 の、 このダービーで勝って、はい、うん、勢いにまず乗ると、さらに勢いに乗るという形で期待したいなと思います。これですからガンバもちろんですけれども、両チームにとってこのダービーで勢いをつけたいっていうのはそれぞれの主枠として当然あるということですか。間違いなくあります。うん、もう大事な大事な試合です。まあ、そんな試合、はい、スターメンもうすでに発表になっておりますけれども、はい、それぞれガンバの目線で攻守のキーマン挙げていただくなら誰でしょうか。攻守どうだろうな、僕はまあ、やっぱり勢いついてる石毛選手ですかね。攻撃の、はいはい、まあ、そこでリズムを前回も途中から入って変えてくれた、はい、うん、まあ、今回はやっぱり、まあ、先発でっていうところなんで、はい、活躍してほしいなって、やっぱ流れを変える選手になってほしいなって思ってます。ディフェンス面に目を向けますとどうでしょう。ディフェンス面で言ったらまたこれも中盤の選手になるんですけど、はい、ダワン選手、ダワン選手、はい、まあ、香川選手をこういろんなポジションを取ると思うので、うん、はい、まあ、その中でしっかり潰せるかっていうところは大事になってくると思ってます。バンドさんいかがでしょうか。はい、僕はもう鈴木武蔵選手、はい、やっぱ彼に今日はゴールを取ってもらうと、うん、もうこういうダービーでやっぱり取ると、はい、もう選手としてもやっぱりその格もグッと上がりますから、うん、そこで取ってもらうということで、はい、もう鈴木選手だけですね。武蔵選手だけです。もう最前線でプレーする、はい、一番ゴールに近いところにいる選手、そうですよ、鈴木武蔵選手がやっぱボックス内でまずこう仕事をすると、はい、そしてやっぱスピードもあるので裏も狙って、はい、やっぱり思い切ってシュートを打つということをね、うん、こう今日は期待したいなと思いますね。はい、さあそれではこの後選手も登場してきますけれども、はい、ダービーを戦うために一番必要なこと橋本さんから聞かせてください。で、気持ちっす。気持ち、はい、戦術を超えた気持ち。いや、もう気持ちっすよ、間違いなく。まあ、スタジアムの空気感、はい、皆さんの気持ちもポジティブな気持ちをどれだけ伝えられるか、うん、なるほど、選手に、うんうんうん、あ、ちょっとやばいんじゃないとかっていうのは今日はなしっすね。なるほど、はい、バンドさん聞かせてください。まさか橋から気持ちという言葉がもうバンドが気持ちというのは当たり前ですけど、まさか橋から気持ちという言葉が出るとは思わなかったですけど、でもそれぐらいやっぱりこのサッカーにおいての根本のものですから、もうこの気持ちというものをまず一つ一つのプレーに全て出して、それでみんながもう盛り上がって勝つという形でやっていってほしいと思います。さあ、それではですね、いよいよこの後キックオフを迎えます今シーズンの大阪ダービー第一戦ですね、サポーターの皆さんにキックオフに向けて最後橋本さんから一言ずつメッセージをお願いいたします。はい、みんなの力で勝ちましょう。バズさんお願いします。勝つぞ。ありがとうございます。ということでこの時間のヒートアップタイム、ゲストはガンバ大阪 OB 橋本秀夫さん、そして万能龍二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おばんざい。
さあここで我らが熱き青の力ガンバ大阪ゴールキーパーチームがピッチに登場しています。サポーターの皆さん、大きな拍手声援で選手を後押ししてください。それではここで我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介します。背番号1、完全無欠ピッチ不投の青い盾、東口正明。背番号2、全身全霊かけてこそ青黒のエナジー、福岡翔太。背番号4、駆け抜けろ疾風怒涛の青い風、藤原寛樹。背番号5、ゼロの系譜ナンバーファイブの伝承者、三浦健太。背番号8、勝利をつなぐきらめく青の DNA、メッシの良太郎。背番号9、問答無用一刀両断青の侍、鈴木武蔵。背番号14、進化は続く総国の彗星、福田優也。背番号16、跳ね返せ青の瞬決、佐藤陽太。背番号23、たぎる闘争心勇猛果敢なソルダード、堂安。背番号24、サイド揺さぶる総国のハヤブサ、黒川圭介。背番号25、大前自弱総国のマウンテ、石川圭。背番号26、サイドをかける青黒の貴公子、柳沢光。背番号28、敵陣切り裂くブルーウィング、杉山直弘。背番号29、ピッチで脈打つ青木コーレ、山本裕貴。背番号34、砦となれ次世代のディフェンスリーダー、江川雄星。背番号37、歓喜の一撃青の希望、山見広斗。背番号47、ハードワークの魔法をかける青の魔術師、ファン・アラーノ。背番号48、王国が生んだファンタジスタ、石毛秀明。以上、我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介しました。さあ、場内ビジョンからの放送ヒートアップタイムはここまでとなります。この後は池田琴美さんにバトンタッチをして、引き続きガンバ大阪の YouTube チャンネルでお届けしていきます。まだ登録お済みでないという皆さんは、ぜひこのタイミングでご登録もよろしくお願いします。それではこの後も引き続きヒートアップタイムお楽しみください。皆さんこんにちは。ここからのヒートアップタイムは私、スタジアム MC の池田琴美が進行を務めます。よろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだお済みでない方は、今ぜひチャンネル登録をお願いいたします。
そしてこれからご登場いただくガンバ大阪 OB の方への質問やコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではご登場いただきます。今日のゲストはガンバ大阪 OB の木村敦史さんです。木村さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初に木村さんの紹介 VTR ございますので、はい、そちら見ていきましょう。どうぞ、はい。お若い、あどけないですね。ガンバ大阪ユースからトップチーム、はいはい、このユースからトップに上がるとき、はい、この気持ち的にはどういう気持ちが大きかったんですか。ユースからトップ、やっぱり言われたときというか呼び出されてこう、うん、はい、上がれるよって聞いたときはやっぱり嬉しかったですね。ちっちゃいときからの夢だったんで。そして天皇杯に出て、はい、まあ、あと、まあ、私もこのイメージすごく強く残ってるんですけれど、はい、ファン間でのね、はい、木村さんの盛り上げっぷり、はい、ノリノリのレディーガガ懐かしいです、はい、私これめっちゃ好きなんです。なんかファン間の映像の方が多いんですよね、いつも僕。いやいや、この後まだまだ試合の、ね、映像出てきますから、はい、このような楽しい一面もありながら、はい、試合ではねまた全然違う顔を見せてくださって、はい、このようにもう勝った勝ったですね、はい、おー、この体を張ったセーブ、うん、おー、全然ファン感の時とやっぱりこう違いますね。当たり前ですけど、まあ、そうですねかっこいいです、はい、おー、このようにもう好セーブ連発、はい、そして PK、 あ、これ止めたやつですね。すごいですね、はい、PK 止める、中村俊輔選手の、すごい、はい。PK ってこうなかなかこう、はい、キーパーの方にとっては難しいイメージあるんですけど、キーパーはやりやすいですよ、PK は。やりやすい、はい、なるほど、逆に、はい、そして雨の試合、そうですね、いろんな試合をこう経験されて、はい、2014シーズンまでこうガンバ大阪でプレーをされまして、はい、現役を引退されました、はいはい、改めましてあのヒートアップタイムご覧の皆様にご挨拶お願いいたします。ガンバ大阪 OB の木村敦史です、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの木村さんは、まあ、ガンバ大阪 OB でもありますが今もガンバ大阪に関わってくださっているんですよね、はい、そうですね、あの、うん、ゴールキーパースクールがあるのでその、はい、そこを見たりとか、うんうん、あとはこういうイベントとかに呼んでいただいて、はいはい、今はこう、はい、スクールということでこう教える立場でもあるということなんですね。そうですね、はい、自分がやってきたキーパーって特別なポジションなんで、はいはい、そういう技術を教えたりはい、おしてます。なるほど、はい、もう今もガンバ大阪に関わっていただいているということで、はいはい、まあ、今日は一日よろしくお願いいたします。何よりもこの放送室の外側、はい、すごい声が聞こえてくるんですけども、すごいですね、大阪ダービーですよ。今日は大阪ダービーなんですね。この大阪ダービーってやっぱりファンサポーターの皆様もそうですけど、はい、選手にとっても特別な試合なんでしょうか、はい、ダービーは本当に気持ちが入るというか、うん、結構サポーターの方が練習会場まで前の日に足を運んでくださって、うんうん、こう盛り上げてくれるんですよね、はい、それがすごい記憶にありますね。ということはこうファンサポーター皆様がそういった雰囲気をこう作ってくれて、はい、選手皆さんもそれで気持ちを高めて、はい、そうです、はい、おお、なるほど、うん、またそして今日からのどの席からでも声を出して OK、 なるほど、そうですね、よりこの皆さんの気持ちが選手に届きやすいのかなと思うんですが、そうですね、ダービーはありましたけどここね 2,3 年コロナ禍でっていうのもあって、うん、はい、応援解禁されたダービーっていうのが初めて見れるんですごい楽しみですね、うん、そうですよね、皆さんもよりこう気合が入っていると思います、はいはい、また今日が今ちょっと雨が降っていまして、はい、私個人的に雨の試合、先ほど木村さんの映像にもあったんですけど、うん、はい、雨の試合ってやっぱり晴れてる試合とどう違うのかなとか難しいのかなって疑問があるんですけど、そうですね、雨キーパー目線で言うと、はい、雨はすごい、まあ、やりにくいです。やりにくい、はい、それはどういったところが、やっぱりあの、うん、ボールが滑るのが一つあるのと、はい、やっぱグローブとかもびしょびしょになるんで本当にボールがつかみにくいっていうのがまず一つと、あとは芝生が濡れてるんで、うん、あのボールがスリッピーになるので、うん、いつもならキャッチできるボールが弾かないといけないとか、そういう技術の使い方も雨によって変わってくるので、はい、キーパーは、まあ、あの難しいところもありますけど、はい、まあ、そういう練習もしてるんで、うん、技術の使い方が変わってくるかなっていうところです。はい、こういつもの試合とまたこのいろいろこう使い分けっていうものが皆さんされているんですね。そうですね、はい、
あと結構こう寒いイメージもあるんですけど、はい、そのあたりとかは。そうですね、雨の試合、うん、まあ、まだこの時期だとやっぱり気温も下がるんで、うん、その中でユニフォームとかグローブがびしょびしょになって、うん、体も冷えてしまうので、結構テレビには映ってないですけど、うん、体をずっと動かしてたりしますね、うん、キーパーは。ということはこうスタジアムに来られて皆様は、はい、そういったキーパーの皆様のこうプレー以外の部分での動きだったりって注目すると、結構動いてると思います、試合中も、はい、ではこの雨ならではのこう楽しみがこう今日は見られるということですね、はい、見れると思います。そういったところにも今日はねちょっと注目しながら試合を見ていきたいと思います、はい、そしてまあやはりこう今日大阪ダービーということで、はい、本当にたくさんの方が見てくださっていて、はい、あっちゃんっていう呼びかけも来てます。はい、はい、優しい皆様たくさんのコメントをいただいておりますので、また後ほどねいろいろ質問にも答えていきますので、はい、木村さんへの質問募集しております。皆様、はい、ぜひたくさんコメントをお寄せください。あと何話のブッフォンも来てます。はい、はい、かわいい。あ、そうこうしていますと今ロッカールームの外の映像ですね。いいですね、やっぱり盛り上がってますね。お、藤原選手が肩を揉んだりちょっとリラックスしているんですかね。そうですね、やっぱりどうしてもテンションが上がってしまうというか、はい、上がりすぎても良くないんで、その辺はやっぱり藤原選手みたいなベテラン選手が、はい、ああやって落ち着かせるというか、いい雰囲気を作ってるんじゃないですかね。そして今フィールドプレイヤーの皆様がピッチに登場しています、はい、もう今この放送室の外、ものすごい歓声だと思います、うん、そうですね、本当にね選手も今ピッチに出てきて、より一層このサポーターの応援が聞こえて、もうめちゃくちゃテンション上がってると思いますね、うん、おー、この、ね、声援を力に変えてこう、はい、頑張っていただきたいと思います。まあ、これからアップが始まるんですけれども、はい、このアップ中に選手のこういうところを見ていると、はい、うんうん、あ、今日この選手やってくれるんじゃないかとか、そういう、はい、分かったりするものなんですか。選手の、まあ、表情で結構分かるんですけど。表情、そうですね、うんうん、今こう見た感じ分かりますか。今ちょっと背中ですけど、ね、はい、そうですね、もうちょっとしたらちょっと徐々に分かってくるかもしれないですね、うん、でも先ほどねピッチに出てくる前の藤原選手がそういったこのほぐしているような雰囲気だったりというのは、やはりこうベテラン選手だと、そうですね、ならではだと思います。はい、ベテラン選手いろんな経験してやっぱりそういうダービーの緊張感とか、うん、そういうのも分かってると思うんで、はい、うまいことそこはコントロールしてくれてると思います。おー、なるほど。あ、いい顔してます、はい、いい顔してますか、はいはい、もう藤原選手にも今日期待をして、なんか、ね、力抜けてる顔というか、なんか力入りすぎててもダメですし、ちょうどいい、バランスがやっぱベテランならでは。そうですね、はい、うん、では今日はもう本当たくさんこう活躍を皆さんにしていただきたいというところで、はい、木村さんに、はい、今日は作戦モードを使いながら、はい、この選手に注目だったり、うん、そういった今日のキーパスになる選手を聞いていきたいと思います、はい、ボードをお願いいたします、はい、じゃ木村さんも前に、はい、どうぞ。はい、実は今シーズンからこのようにボードを使ってちょっとお話を聞いております。こういうの苦手ですけどそうなんですかいい感じにやっていただければ、はいはい、まず今日のスターティングイレブンがこちらです、はい、でこちらが、まあ、アウェイのセレッソ大阪となっています、はい、まあ、このメンバーを見てまず最初に気になる選手はどなたなんですか。気になる選手やっぱりさっきの話じゃないですけど、うん、キーパー目線になっちゃうんですけど、はい、まあ、今ね谷浩生は向こう行ってますけど、はいはい、東がねスタメンでってところで、うん、まあね開幕戦からキーパーって結構どっちが出るのかなみたいな、ね、うん、みんな気にしてたとこもあると思いますけど、はい、やっぱ今までってずっと東みたいな感じはあったと思うんですけど、うん、その辺を結構新しく浩生が戻ってきたりして、うん、キーパー争いっていうのはすごい注目してずっと見てるんですけど、この続けてパフォーマンスを東が出せていけるかとか、はい、その辺はやっぱキーパー目線で見ちゃうんですけど、はい、なるほど。またこの大阪ダービーで、はい、ベテランがまあ出てきているということで、はい、セレッソ大阪 のゴールキーパーも、はい、あ、そうですね、ベテランキム・ジンヒョン選手も、はいはい、このやっぱりこう大阪ダービーを勝つためには、はい、このやっぱキーパー目線ではこうキーパーが気になるのかなと思うんですけれども。そうですね、相手のキーパーもやっぱり見ちゃいますし、どう崩していけば点を取れるかなっていうところも見ていかないといけないとは思うんですけど、うん、はい、やっぱりセレッソの、ね、うん、守備陣って結構硬いイメージなので、その辺を前線の選手にちょっと注目して見ていきたいかなっていうところで、まずこの前と石毛選手かなりパフォーマンス良かったので、はい、そうでしたね、石毛選手
そのあたりは石毛選手、山本選手が連携とかちょっと気になりますね。今日どんな感じで、はい、やってくれるのかっていうところは。また石毛選手があのルヴァンカップ第1節で、はい、こう2点目の得点を取ってくれていますし、はいはいはい、この今より勢いがあるのかなというふうにも思いますよね。そうですね、やっぱり勢いある選手っていうのは周りも結構分かってて、うん、その辺をうまく多分周りも使っていくと思うので、はい、石毛選手にボールは集まっていくのかなっていうところは思いますね。なるほど、はい、まあ、今日石毛選手だと山本選手のコンビネーション、はいはい、そしてどう崩していくのか。そうですね、結構その前の連携の方に注目して見ていきたいかなと思います。なるほど、はい、またあと他にキーパー目線で、はい、ここをこうすれば今日得点のチャンスがあるんじゃないかっていうところはありますか。そうですね、やっぱりキム・ジンヒョン選手、普通にシュート打ってもなかなかあの固い守備というか、あの能力高いので、やっぱり細かい崩しというか、はい、細かいパスで横に揺さぶれば、結構キーパーってどうしようもないボールシュートとかあるので、結構ゴール前で細かく崩せていければ、あのキム・ジンヒョン選手も取れないシュートが、ゴールが奪えるのかなと思います。そのお話で言うと、もう本当石毛選手だと山本選手が本当にキーになってきそうな、前の連携の細かいパスワークであったり、横に揺さぶるパスであったり、そういうのができればゴールシーンはたくさん見れるのかなと思います。おでは今日は、まあ、キーパー陣もですけれども、はい、まあ、石毛選手、山本選手、はいはい、このあたりの選手により注目して、皆様も試合を見ていただければと思います。木村、ね、はい、さん、ありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございます。あとベンチなんですが、はい、まあ、柳沢選手も、はい、まあ、今シーズン初めてこのように入っていたり、はい、あと、まあ、佐藤選手もそうですけれども、はい、まあ、ルヴァンカップってなると、このリーグ戦でまだ出れていなかったような選手がこう出てきたりと、はい、このまたこういい循環が生まれそうなのかなと思うんですけれども、そうですね、こういったカップ戦っていうのは選手の中ではどのように本来は。そうですね、チームにもよったりするんですけど、カップ戦は結構メンバーガラッと変えたりとかはあるんですけど、うん、まあ、今回その中2日とか中3日じゃないので、はい、まあ、結構あのがっつり、うんうん、まあ、チーム自体もまだ、ね、開幕してチーム作り上げてる段階だと思うので、はい、まあ、チームとしての形を作っていくところかなっていうところで、うん、やっぱり、ね、今までメンバー入ってなかった選手もチャンスはあると思うので、はい、どう絡んでいけるかなってところでモチベーションは高いと思います。お、本当にこうチーム全体がモチベーションがより高くなっている状況で今日こう迎えている、はい、ということなんですね、はい、いい循環だとは思うんですけど、はい、なるほど。ではちょっとコメントの方も見ていきます、はい、あ、ダービーの後はアチュさんのお店お願いします。待ってます。ご予約完了しました。はい、はい、お待ちしてます。ご予約やっとでデスティーノさんです。あ、お待ちしてます。お待ちしてます、はい、お願いいたします、はい。あとは、まあ、東頑張って止めてねとか、こうやっぱりこうキーパー目線のこう、うん、キーパーの皆さんに対するこう、はい、応援メッセージというのも多いですね。そうですね、やっぱりキーパーってね、はい、大変なポジションだと、ポジション争いから大変だと思いますけど、やっぱ出てる選手にね、うん、頑張ってもらって、やっぱりキーパー止めれば、うん、チーム盛り上がっていって、そこから得点に生まれていったりするんで、はいはい、キーパー大事だなと思います。あとやはりこのゴールキーパーとなればもうフィールドで一人というところは特殊なポジションなのかなというふうに思うんですけれども、こうプレーする楽しさだったりっていうところはどういうところにこうあるんですか。やっぱり相手がもうこれは決めれるっていうシュートを止めたりとか、そういう時はやっぱりキーパーやってて嬉しいというか、フォワードがゴール決めるような感覚って、キーパーは本当にすごいシュート止めるとか、結構相手の流れを断ち切るようなセーブをしたときは、うん、はい、テンション上がります。おお、なるほど、まあ、今日は東口選手がそのゴールを守ってくれるというところで、はい、東口選手の凄さっていうのはどういったところにありますか。そうですね、やっぱりステップワークがめちゃくちゃ早いんですよ、うん、足の運び方を。ボールキーパーというと、もうこう手っていうイメージがあるんですけど、足の運び方、足の、はい、運び方がうまいというか早いので、うん、はい、やっぱり普通のキーパーだったらこう思いっきり飛んで、うん、あ、ビッグセーブみたいなのがあるんですけど、はい、東は意外とそれを正面で取ってたり、足運んで難なくこうセービング、派手なセーブすることなく取ったりとかできるので、はい、足の運び方とか見といてもらえれば、結構シュートの正面に入るのが早いです。おお、なるほど、はい、ある意味そのビッ他の方だってビッグセーブってなるところをしれっと、はい、そうです、同じシュートでも東は正面で取ってたりとか、そういうのもあるので、それは足の運び方っていうところがポイントになって、はい、そういう風になってたということなんですね。そうです、足が本当に足の使い方、ステップの使い方とかが上手くて早いので、うん、はい、
なるほど、まあ、先ほどちょっと雨の日の試合の話もあったんですけども、はい、こう雨の日にこうシュートを打たれるっていうのは、はい、こう普段のシュートとやっぱり感覚が違うってなると怖いとかそういうのあるんですか？そうですね、でもそこはもう試合前から意識して準備してたり、うん、まあ、逆に練習とかでも雨の日の練習あるので、そういう時は本当に雨対策じゃないですけど、うん、雨の日用のセービングだったりとかが使い分けがあるので、はい、まあ、そこはあの経験、東も経験あるので全然、うん、雨だから怖いとかないですけど、うん、はい、雨用の、弾き方とか、無理にキャッチしちゃうとボールが滑っちゃうとこは弾くとか、はい、その辺は使い方東うまいんで、はい、その辺も見てほしいですね。今日はこのキャッチっていうよりも弾くっていうことが、はい、多くなるかも、はい、そうです、そっちの方があの確率的にいいっていう判断で、うん、はい、弾いたりとかいうシーンはあると思います、はい、なるほど。でもその中でも東はあの雨の中でもキャッチできたりとかもあるんで、うん、それは足が運べてるからとか。なるほど、はいはい、皆さんがこう普段だったら弾くところも、はい、東口選手はそういったこの能力でカバーされている。なるほど、ちょっと今日は東口選手の動きね、結構足のステップとそれ弾くとことか見てたら面白いと思います。お、はい、ちょっと東口選手のいつもよりこう、はい、よりこうポイントを絞ってみると楽しいかもしれないですね、はいはい、ではここからはガンバ大阪新グッズご紹介します。何でも充電くんと言いまして、こちらです。これ1本でどんなスマートフォンも充電できるというグッズです。こちらモフレムの可愛いデザインと、そして木村さんがエンブレムのかっこいいデザイン、こちら2種類ご用意しております。こちら値段は税込みで2090円です。すごくないですか？いいですね、便利ですよね。いろんな種類のやつが充電できるんですね。そうなんですよ、うん、こうよくカバンの中でいろんなコードがぐちゃぐちゃになったりとかってあるじゃないですか、はいはいはい、あのモバイルバッテリーを挿して、はい、あとはまあいろんなスマートフォンだったり、うんうんうん、こういろんな機器をね充電できますので、はい、皆様すごく便利ですので、こちらの方ご購入お願いいたします、はい、やはりこういった便利グッズっていいですよね。そうですね、一緒に溶け込むいいですし、はい、なんかこの青と黒っていうのがすごいなんか、ね、うん、使いやすいですね。そうですよね、この持ち運ぶにも派手すぎず、はい、そしてこちらはすごいキュートな、うん、モフレムがなっています、うん、皆様ぜひゲットしてみてください、はい、木村さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして本当に質問がたくさん来ていて、はい、ちょっと今探しますね、はい、こうやはりこう今日声出し応援がこの全面できるというところで、はい、うん、こう皆様の声が届くことが多いと思うんですね、はい、その中での試合っていうのはやはりこの皆様がこう選手同士で声が届きにくかったりっていうこともあると思うんですけど、はいはい、そのあたりでどういうふうに聞こえてたりするんですか？そうですね、多分このダービーとか、まあ、普通の応援会議になってからそうですけど、うん、やっぱりキーパーもそうですけど、声がキーパーって声がね、うん、声で指示出すのが結構大事なところでもあるんですけど、はい、本当に聞こえないんで、うん、難しいところもありますけど、その辺は試合前とか、うん、ちょっと、スローインとか、うん、ボールがちょっと割れた時に結構話し合ったりとかはしてるんで、そこも見てたら面白いと思います。なるほど、そういったちょっと止まった時とかに皆さんこうちょっと集まって、はい、お話をしたり、はい、その時間が大事になってくるかなと思います、はい、そういったところでコミュニケーションを取っている、はい、ということなんですね。あとはそうですね、監督がこうそういう時に指示誰かに送るんで、それを伝達する選手であったりとかいると思うんで。なるほど、はい、では続いて今日はダービーということで、はい、ダービーに対する思い、こう木村さんこの OB という立場でも、はい、やはりこう大阪ダービーってなると熱くなるものってあるんですか？はい、そうですね、やっぱり何なんですかね、ずっともう僕は地元が大阪っていうのもあるんで、はい、やっぱダービーってすごい貴重な一日というか、はい、そのね、もう1週間前ぐらいから気持ちも高まってますし、うん、はい、なかなか、ね、年に何回あるかどうかの試合なんで、はい、本当に負けたくない気持ちも強いですし、うん、すごい盛り上がると思います、はいはい、そして、まあ、木村さん冒頭でも、はい、ゴールキーパーのコーチとして、はい、今スクールで教えていられるというところで、はい、何年生の方を教えているんですか？今は、小学生の3、うん、4、5、6年生です。小学生、はい、この小学生 の、 そのゴールキーパーの子たちの実力といいますか、はい、そういったところって今の子たちはどうなんですか？そうですね、今までそういうキーパーを教えてもらえるという環境が少なかったというか、うん、今も少ないんですけど、はい、それを徐々に増やしていければ、うん、やっぱり、ね、小学生の頃からそういう技術を教われれば、うん、結構大きくなった時にかなりレベルの高いキーパー出てくるんじゃないかと思うんですけど、はい、まあ、その中でも、まあ、楽しい部分、やりがいだったり、はい、ここがちょっと難しいなっていう部分っていうのはどういったところにありますか？うんうんうん、そうですね、やっぱりどうしても子どもたちって、いろんな試合とかプロの試合とか見てると、うん、やっぱり
点を取りたくなるんですよね。うん、でキーパーの仕事っていうのを何が大事かっていうのを伝えるというか、どうしてもキーパーやっててもやっぱゴール取りたいとかなって、うん、はい、フォワードやりたいって子が多いんですけど、はい、まあ、その中でもキーパーやってくれるっていう子は、うん、やっぱりそういうやりがいを伝えることが難しいですけど、うん、楽しみでもあります。お、なるほど、はい、こうゴールキーパーの良さを伝えるという部分で、はい、こうその中でもこうしんどい部分だったり、うん、ここ大変だなっていうのは、はい、やっぱりそういったところなんですか？そうですね、僕たちの仕事としてはそういうしんどいからやめちゃうって子も出てくるんで、そこをなんとか楽しみを、うん、ゴールキーパーの楽しさを伝えてあげ、どれだけ伝えてあげれるかっていうのが僕らの仕事かなとは思ってます。なるほど、はい、あの私も実はちょっとあのスクールされているところの姿を拝見したことがありまして、あの木村さんのこうイメージ、私普段はすごいあの明るくて楽しい方っていうイメージがあるんですけれども、はい、本当にあの真剣な眼差しで一人一人のお子さんに向き合えて、でもお子さんたちの笑顔が大変こう辛いっていう表情じゃなくて、すごい楽しそうだったんですよ。あ、そうですね、まあ、やっぱりまだね小学生っていうのもあるんで、うん、まあ、大人になればやっぱプロの練習って本当にもうきつい練習ばっかりするんですけど、キーパーって、うん、まあ、子供の頃はどれだけ楽しみながらできるかっていうのが大事かなとは思うんで、うんうん、そこの辺はなんかうまくアレンジしながらやってます。それはやはりこうご自身の経験だったりっていうのも生かされて、そういうふうに楽しくっていうのが、そうですね、やっぱり続けることが大事だと思うので、うん、その辺はね長く続けれるようにうまいことを、はい、やってます。ではこう木村さんが教えられた制度の皆さんが、はい、いつかこのトップチームに、ね、そうですね、来られる可能性もありますから、はい、それは楽しみですし、ぜひあの、はい、たくさん素敵な選手を育ててください。はい、頑張ります、はい、これからもお願いいたします。ありがとうございます。もう間もなく試合が始まるということで、スタジアムの熱気もすごい熱くなってまいりました、はい、では最後に今日 YouTube ライブをご覧いただいている皆様に一言お願いいたします。そうですね、本当にダービーって特別な試合だと思うので、プレーしてる方も見てる方も本当に一つになって盛り上がれる試合だと思うので、はい、本当に気持ち込めて選手もプレーすると思うので、あの応援の方も皆さんよろしくお願いします。はい、木村さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。この後の試合も皆さんぜひガンバ大阪へ熱い声援の方お願いいたします。はい。